こんにちは、こんばんは。ため撮りをしております。ライブの後にため撮りをしているので、こちらの作品はもうすでにどなたかのお子になってるかもしれないけれども、この作品を紹介したライブの後そのまま撮影しております。するでございます、するでございます、するでございます。講演会を細分化し深掘りするコーナーの何回目 ?4 回目ですか。以前は私の小学校に入る前のね、髪の毛切られたくない事件をお伝えしたんですけれども、今日は私が小学校に入学するところをちょっとお話ししたいと思います。今はね、もう本当にランドセルもそれこそ多様になっていろんな色が出てると思うんですけれども、私が小学校に入る頃っていうのはもう赤と黒しかなかったんです。私の時代、女の子は赤、男の子は黒という感じだったんです。小学校に入るまでは何の我慢もなく、まあね、そのぬいぐるみ事件はあったんですけれども、私は私らしくしてるだけっていう感じで、周りが変わってきたっていう感じだったんですけれども、やっぱ小学校に上がるとなるといろいろ弊害が出てきますよね。それでまず私の中であれと思ったのはランドセル事件です。なんで黒なのって、赤がいいって親に泣きながら言ったことがあって、何言ってるの、あなた男の子だから黒に決まってるでしょみたいな、なんで決まってるのって、決められたくない、赤がいいって言って、赤いマジックを持ち出してランドセルを一生懸命塗った記憶がある。ランドセルの皮の黒い表、あの一番ベロンとなったところをこうやって。でもね、皆さんご存知の通りマッキーの赤というのは透明色でございます。いくら塗っても黒が赤に変化することはなかったんですよね。一生懸命泣きながら黒はやだ、黒はやだって、赤がいいって、赤が好きだって。赤い作品の制作過程で朗読をしたこともあると思うんですけれども、なぜか当時から私にとって赤というのは、赤というのは、赤というのは特別な色なんですね。母がいつもお化粧の時にはシャネルの口紅を塗ってたんですけれども、シャネルって独特なこうシャネルの香りがするでしょ。それがすごく好きで、なんかね、今はなんかあんまりね、あのココアマドモアゼルは好きだけど、あのシャネルの匂いもそこまでだけど、当時の私からしたら大人の香りだったんですね。それで母のが口紅を塗ってお化粧を仕上げるのをずっと見るのが好きで、お化粧を見たらダメって、なんか私にとってこう要所要所にこういう赤の色があるんですね。母がかぎ針で編んでて、かぎ針を見るのもダメって、男の子でしょって、そんなもの興味持ったらダメって言ってた母の毛糸も赤色だったし、それで極めつけにそのランドセルが赤だったので、私にとって赤っていうのは本当にちょっと特別な色というか、今私が赤色が大好きっていうのもそういうのがあるのかな、ないのかななんて考えたりするんですけれども、真相心理は自分でもなかなかわからないということで、今は赤が自由に使える感じで、赤い靴もあるし、赤いカバンもたくさん持ってるし、なんかいろんなところに赤があるような、冷蔵庫も赤だし、電子レンジも赤ですし、なんか赤が好きですね。なんか赤を基準としてそれに何を合わせたら綺麗かなっていうような感じで、キッチンの小物を考えたりとか、お皿を考えたりとか、そういうことをちょっと話がそれそうなんですけれども、そんな感じで小学校が始まるんですけれども、当時の私どんな感じだったっていう風な感じでおばにこの前聞いたら、もうとにかくお花を摘みながら歌って踊ってたってそれが可愛かったと。お花を摘んでる時によくテントウムシが、もう田舎だったのでね、お花畑でテントウムシを見つけるのが好きだったんですけれども、私の過去の水彩画によくテントウムシが出てくるんですけれども、それなんでですかって聞かれるのは、水彩画というのはすごいぼやーって色がぼやけてるので、まるでこうハンコ、落款を押すように画面を締める役割でいいなと思ったので取り入れたんですけれども、先ほど言ったように私は赤はとにかくダメだったんですね。なんか赤いものは女の子の色だからって、もうそれ大人が決めたことじゃないのと思うんだけども、あなたは赤はダメっていう感じで、赤を禁止されてて、赤はダメ、ぬいぐるみもダメ、女の子っぽいものダメ、まああなたは黒よみたいな感じで、何かお洋服を買いに行って
私がこれがいいって言ってそれが赤だったら、男の子のものでも赤はダメ、筆箱でも赤が入ってたらダメみたいな。でも唯一許されたのがテントウムシの赤だったんですよ。虫はいいみたいな感じだったので、私が赤がいい赤がいいと思ってたけども、親が赤がダメって、赤はダメって言われて、唯一親が許してくれた赤色っていうのがテントウムシの赤色だから、よくお花畑でお花摘みながらテントウムシを見つけて捕まえて、ね、かわいそうだからその場で話すんですけれども、今日はテントウムシいくつ手に乗せられるかなみたいな形で、テントウムシの指輪っていうような感じでやったりとか、学校の図画工作のお絵描きでもよくテントウムシ描いてたし、もしかしたら私が絵にテントウムシを描くのは唯一許された赤だからっていうこともあるのかもしれないですね。そして私は第二次ベビーブームでもう本当に子供が多いっていう感じの時代に生まれたので、私が小学校に入る時、私が1年生で小学校に入学する学校は新校、新しい学校だったんですね。私のお兄ちゃんは一つ年上なんですけれども、遠くの小学校に通ってて、2年生から私と同じ学校っていうくらい、その学校の一番最初の1年生が私たち、昭和46年生まれの私たちだったんですけれども、当時まだ体育館がなかったので運動場で入学式をしたのを覚えてます。運動場で、そして当時入学式になって最初の印象っていうのは、先生怖いなっていう印象でした。先生なんか男の人みたいだなって、口調がおばともお母さんとも違って男の人みたいだなって、校分何々だみたいな感じで、なんかこう兵隊さんみたいな口調だなと思って、なんかそういうなんかちょっと怖いなっていうイメージだったんですね。そしてもう学校に入学式の時から、誰やそんななよなよしてるのは、シャキッとしなさいっていう風に言われたら今でも覚えてるんですよ。シャキッとしなさいの意味がわからない、シャキって何なんだろうって、ちょっと強烈に覚えてるんですね。小学校1年生でシャキッとしなさい、構文なよなよしてって、もうそれずっと言われ続けてるので多分残ってるのかなって、シャキッとしなさい、なよなよするな男のくせに、なんかそれが私の小学校の時、赤を我慢したことと、シャキッとしなさい、なよなよするな男らしくしなさい、先が不安になったのを覚えてます。うまくやっていけそうな自信がないっていうか、ランドセル事件もあったし、先生怖いし、なんかうまくやっていけそうな自信がないなっていうのが、もう不安しかなかったです。小学校に上がってこれから何が始まるんだろうって、なんかこれから嫌なことが始まる予感しかしないみたいな。でもやっぱり子供だから媚びてるんですよね。なんとか先生に気に入られたいと。なんか入学式で先生がすごく怖くて、なんかシャキッとしなさいと怖い感じだったから、私がすごく女の子っぽいことで親から怒られなかったことといえば、お花を摘んでお母さんにお花をプレゼントすると母の顔がファッて明るくなるんですね。もうそしておばにプレゼントするとおばもファッて喜んでくれるんですよ。女性というのはお花が好きなんだっていうような感じなんです、子供心に。大人の女の人はお花が好きなんだって、お花をあげたら喜んでくれるんだって。母がなんか私が喋りすぎて機嫌が悪かったりとか、とにかくどっちかって言ったらもうなんかいつも不機嫌そうな母だったので、まあ私のこともあるんですけれども、そんな母でもお花を摘んでいったりとか、特にあの私の周り本当に畑、田んぼと畑しかないようなところで生まれ育ったので、お花を摘んでいったり、そして春になると畑の土手のところにセリとかつくしがいっぱい咲くというか、なるというか咲くんですね。そしてつくしをたくさん摘んでいったりとか、セリをたくさん摘んでいくと母がすごく喜ぶと。そしてお花を摘んでいった時にも母はすごく喜んで、牛乳瓶に刺してお花をありがとねっていう感じで、お母さんが仕事で今日はなんかイライラしてるかなって、なんか親の顔色を見てなんかちょっとイライラしてるなと思ったら、お花を摘んでいって母にプレゼントする。そしておばのところに行く時にもお花をプレゼントする。おばがこっちに来た時には一緒にお花を摘む。お花は喜んでくれるんだっていうのがあったので、入学式で最初からそうやって先生がなんか不機嫌そうだったので、きっとお花を摘んでいったら先生は機嫌を取り直してくれるみたいな感じで子供ながらに思ったんですね。きっとお花を摘んでいけば先生喜んでくれると思って、学校に行く前に一生懸命お花を摘んで行ったんですよ。そしたら最初の授業からちょこっとだけ遅刻したんですね。朝の朝礼にちょっと間に合わなくて、
ちょっとだけ遅れて入っていって、そしたらもうすごく大きい声で、何してたんや遅刻やっていう感じで怒られて、ごめんなさいって言って、すいませんでしたっていう感じで、ね、すごい怖かったので、でもこのお花をプレゼントしたら先生喜んでくれると思ったから、でその時ちょうど四つ葉のクローバーを一つ見つけたので、お花に四つ葉のクローバーをつけて、お気に入りのねリボンでくくって、先生にお花摘んでてから遅くなりましたごめんなさいっていうような感じでお花を差し出したんですよ。そしたらそのお花をバーンって叩かれて、もう今でも忘れないんですけれども、お花がバーって床に撒き散らされて、汚い掃除しなさいって言われたんですね。母もおばも喜んでくれるお花を先生は汚いと、そして先生のために摘んでいったのに汚いって言って、腹が立ってもうそこの場で泣きじゃくったんですよ私。そしたらその私にも、泣くな男のくせにって、早く片付けなさいこの汚いもんって言われたのをすごく覚えてて、泣きながらねお掃除をして、それをゴミ箱に捨てる時にもうすごく悔しいなって、先生のためにお花を摘んでいったのにもうすごく悔しいなって、そこから戦いの始まりなんですけど、先生が大嫌いっていう。そこでお花をお掃除してゴミ箱に捨てに行って、席に戻るんじゃなくて先生のところにツカツカツカって行ったんですね。そしてこうちゃんは先生のことが嫌いですって大きい声で言ったんですよ。そしたらね、お友達もみんなこうみたいな感じじゃない、誰のもの言うてんのっていう感じで、先生が喜んでくれると思ってお花摘んできたのにそんなことする人は嫌いですみたいな感じで、なんかちょっと詳しい言葉を覚えてないけれども、なんか先生のことが嫌いです。で私もしばらく忘れてたんですけれども、私が中学生くらいの時かな、なんか何かの時に、私の記憶もおぼろげだけれども、後からね親から聞く話とかで、あ、先生のことが嫌いって言ったんだなって、なんとなくは覚えてるんですよ。先生が嫌い、感覚的にも嫌いだったし、なんていう人だっていうふうな感じで、まあね、当時昭和46年生まれの私が小学校に入学する頃はトランスジェンダーとか LGBT とかいう言葉はありませんでした。男は男らしく、女は女らしくという、そのがもう当たり前なんですね。そして学校から帰って泣きながら先生にこんなこと言われたって、あんな風にされたって、でも時代もあって、母も父も先生の言うことは絶対です、先生の言うこと聞きなさい、それしか言ってくれないんですね。じゃあ私が何が悪かったんですか、何が悪かったの、学校に遅刻したことが悪い、でも先生にが機嫌が悪かったから先生の機嫌を良くしようと思ってお花を摘んでいった、悔しい、どうしたらいいのっていうような感じで、母に言っても父に言っても聞いてくれなくて、でおばに言うでしょ、でもそういう時っておばにね、私の心の味方からおばにこういうことあったって言ったら、なんて人その人って、もう二度とそんな人のお花持っていかなくていいって、その人はお花のありがたみも分かってないって、遅刻したら悪いよ確かに、でも時間を忘れてるぐらいその先生のためにしたんでしょって、そこをちゃんと評価してくれないとみたいな感じで、どういう詳しい言葉は分からないんですけれども、おばがどこが悪いのかって、遅刻したことは悪いけれどもお花を摘んで先生にプレゼントしたことは悪くないと、ここが悪くてここが悪くないということを言えない、教師としてどうなのみたいな感じで、おばがなんかね連絡帳に何かを書いてくれたんですよね。でもそれは先生はバツってしたのも私見てたし、おばにバツされたって、なんかそういうなんかそういう一連の流れもなんかなんとなく覚えてるんですけれども、はい、そういう感じの小学校デビューです。これからいろいろあるんです、どういう話していきたいと思います、長くなるので。もう本当に今でも忘れない、小学校運動場でくだらない校長先生の話があったなとかさ、内容は覚えてないけど本当に面白くなかったなって、入学式で歌って怒られたなとかさ、なんかいろんな、まあ、その後体育館ができたんですけれども、当時の話をすると湧き出てきて、なんか当時の自分が、はい、これからもちょっと感情的になりながらこの講演会細分化掘り下げコーナーをやっていきたいと思います。最後までご覧いただいてありがとうございました。それではまた。